はい、皆さんこんにちは。はじめましての人はじめまして、いつも見てくださる方はありがとうございます。はい、テリオンのゼルダの伝説神々のトライフォース実況動画第2回ということで、今日も一緒に楽しく冒険していきましょう。はい、じゃあ前回はですね、ゼルダ姫をお城から連れ出して、まあお城からね、連れ出した犯人ということで濡れ衣を課せられた状況でございまして、で今ね、まあ長老を探せっていうミッションの、遂行中ということで、いろんなところ回ってる途中ですね。何ですかこれは。うん、ま、これは取れないのか。虫取りはダメか。なんか何かしらアイテムがあったら取れる感じなんでしょうかね。あの、この気になりますね。なんかところどころにいろんな、なんですかね、秘密、仕掛けがあって、すごい飽きさせない作りになってますね。お、これはかけたルピーが増えるか減るか20ルピーで一発勝負で、あんたやってみないかい。20ルピーがそもそもないごめんね。そうかい、残念だな。またルピーを貯めて寄ってくれよな。うん、そしたらここは、あ、まだこっち側になんか大きな家がありましたよ。これは、ああ、これは爆弾で開ける家ですか。いや、テリオン、今弟と喧嘩してたんだ。壁の通路も塞いでやったい。まあ、壁の通路を塞いだところで、私が開いてあげますよ。怒られるかな。あげだよ。壁を壊しちまったな。仕方ない、仲直りしようかな。はい、弟さん。ねえテリオン、兄ちゃんの部屋から来たの。兄ちゃんまだ怒ってたかい。兄ちゃん怒ってたかな。聞いてくるよ。ああ、何、このイベントのために爆弾使っちゃった。まあいっか。え、誰15秒以内にゴールへ着いたらいいものあげるよ。よーいドン。15秒以内、これゴール。おいおい、こんなもの見てる暇があるんやったらさっさとゴールに行かんかい。あ、なるほど、15秒以内にゴール無理じゃないですかこれ。絶対無理ダッシュとかできたらね、いけると思うんですけど。はい、着いたよ。ただいまの、ああ、いけるんじゃない。またトライしてください。あ、案外ダッシュなくてもいけるかも。今ので13秒か。23秒か。そしたらこうで、こうで、こうで。はい。あれ ?15 秒以内。はい、行くよ。はいはいはい。はいはいはい。あ、やばい。見つかっちゃった。あー、いける。で、こう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 で、どうだ。あー、19秒。まあまあまあ、ここはまたそのうち行きましょう。じゃあ、長老が言うところは、結構遠いですね。まあ道中ね、家がどう一軒ね、この先にあるっぽいんで、そこをちょっと訪ねるっていう感じで行きましょうかね。しかし兵士さんたちは仕事熱心ですね、こんなところにも。ほいほいほい。この村は、ああ、なんかありますよこれは。なんでしょうね。まあでも結構、まあ、自由度は、え、
何ですか。うわ消えた。あこれはあれか、動物を逃がしちゃいけない、静かにスニーキングして行かなくちゃいけないっていうパターンですかね。おい、おおおおおお、うわやばい、ああすごい、あ爆弾、爆弾こんなところにも出てくるの。じゃあ結構草刈りしてね、行くのもいいかもしれないですね。あやばい、弓を使ってくる、弓ヘア。ダークソウルのダークソウルで言ったら強敵のあの弓兵。まあとりあえずあの上に行きますね。まあいろいろね世界冒険してみたいところですが、まあストーリーもね進めていかないことにはどうしようもないんで、とりあえずこちらに向かって、あこれ自分の家か、はい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 、うーんそうだ、家って今なんか、ね、寝たりとかできないんですかね。ダメか。じゃあこっち側に降りて、おい、すごい、まあ道がねしっかり整備されてていいですね。この先ハイリア湖、あハイリア湖といえばおおお、なんか新しい敵があって痛い、おいおい、これお店、また占いのお姉さん、はい、あなたの家によくない相が出ております、笹占って死んでよ、でもお金ないからね20ルピー取るんでしょ、だってでも一応聞くよ、ネアンデルテーマだ長老サハスラーラー、うーん、同じこと言ってお金取るってちょっとあれだね、詐欺じゃない。あ、クラブクラブ、うわっ、え、なにこれ、降りてもいいの、あ、おお、びっくりした、なんか湖になんか誰かいるとか言ってなかったでしたっけ。ああ、あっちか、お店って、ハイリア湖、これがハイリア湖、ああ、お、なんかすごい本格的なBGM でしたね、ハイリア湖。はい、じゃあこの北側に行きましょう。ほい、お、うわ、やばいやばい、これやばいですよ、ちょっと、ほい、こっち、あー近い近い近い、近づいてきましたよ皆さん、しかし近づいてきたらいいけど体力がないですね、これはまずいぞまずいぞ、よいしょ、これ何、敵、あ敵だ、ほいほいほい、あ強い強いぞ、あでもハートくれた、ラッキー、あ、何もない。これでも下じゃないですよね。上ですもんね。じゃあもっと、あっちか。はい。おい。お金は必要なのでもらっといて。これは、どっから湧いてきたんや、この生物は。うわ、盾とかないんですかね、このゲーム盾を構えるっていうコマンド、A とか違うか、あ、これか、あ、これ長老、いかにもわしが長老であり七賢者の子孫の一人探すらあらじゃ、何度テリオンを幼いお前が大物の剣を求めておるのか、じゃああの剣は誰でも使えるわけではのうてな、3匹の魔物を倒し3つの紋章を手にした勇者だけが使い手になれると会議の民を伝えておる、挑んでみるか、でも挑むざるを得ないよね、よしならばこの神殿にある勇気の紋章を手に入れることができるか、見事持ち帰ったならわしの知っている話を教えてやろう、さあ神殿行くがよい、や
先に教えてほしいな勇気の証ね。その前にちょっとこの神殿の隠しを隠してある何かを いただきますよ。あ、いいね、爆弾、爆弾ありがとう。はい、へそくりおじいちゃんの長老サハスラーのへそくりをいただいて、これでもう結構装備品を整ったんじゃないですか。で、神殿はどこにあるのかな。あ、あんな奥に、ああすごい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 、もうなんかマッピングされてますね。これって結構なんだかんだ言ってなんて言うんですかね、スカイリムとかね、元祖スカイリムとか元祖みたいな感じのあれですかね、イメージですよね。なんか目印がついてみたいな。ファミコンの時とかってでもそういうのってなんかあんまなかった記憶があるんですよね。はい、じゃあここを降りてこうかな。いかにも神殿っぽい。ほい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 、はい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 、じゃあ行きますよ神殿。やばい、すごい職務放棄してる門番がね2人いましたね。あ、いける。あ、一応正解だったんですね、この真ん中のルートが。あ、なかなか序盤から結構逃げつなさそうな。こうか、こう、はい、こう、こう、ああこれもうあれじゃないですか、またマリオと一緒の罠じゃないですか。こっち側なんかある、楽勝と思わせてああいうでかいボールが来ちゃったりっていうね、パターン。開発者がね、テストプレイを重ねて、まれに大きい鉄球来たら面白いんちゃうんかみたいな感じで、きっと作ったんでしょうね。はい、じゃあ、次の部屋行きますよ。おーっと、スケルトンがいて、この目玉って動かないか。まあでもね、絶対ただのオブジェクトじゃないですよね。え？こっちじゃない？あれ？こっちじゃないんですか？あ、スイッチがあった。これや。うわぁ。暗い！もう弱視暗い！80ソウルぐらいもらえますよね、やっつけたらなんだよこれ、君倒せるの。ああ、やったやった。じゃあ相手にしないよ。はい、じゃあお宝ゲッツ。あ、やった、地図だ。よしよしよし。あー、でも1階と2階だけみたいですね。じゃあそんなにそこまで大変でもなさそうな。じゃあここを、じゃあ反対側もなんか道がありそうでしたので、反対側に行って、あのね、でかい宝欲しいですね。こいつを持ち上げて、はい、じゃあここで、はい、ほんとこれていうか、これを見て、むしろあのフロムソフトウェアの制作人が、あの猛者兵士の動き作ったんちゃうかなっていうような感じですよねというか、むしろ転職先がフロムソフトウェアだったとか、そんな感じじゃないんですかこれ。何この怪しげな、絶対全部開けたら開くみたいな感じじゃないんですかね。じゃあ
君たち3人をやっつければ悪天もダメだ。ああ違うんですよ。あよかったよかった。じゃあ宝箱、あ何コンパス、ボスの場所はこれでバッチリだね。ボスの場所がわかんの？てかボスいるの？あ、そうか。ねえ、あの神殿でなんかボスを倒せって言ってましたよね。はい、じゃあこれをテリオンよ、わしじゃ長老下がつらじゃ、お前に条件を与えよう。この神殿での宝は片鎧をまとった魔物をも倒せるはずじゃ、必ず見つけなされ。はい、あ硬い鎧を身にまとった魔物も倒せる宝。あれこれはあれか、下から回ってこれるよっていうだけの話ですか？これも絶対動くやつじゃないですかこれ。おい、そして矢が大量に出るってことは矢ですよね多分。あれほらこいつ当たらないのもダメージ。ほいほいほい、多分目が開いてる時だけ当たるっていうパターンですねきっと。ね、こんな弓心に矢がいっぱい出てくるって絶対弓ですよこれ。弓、おい、よしよし、宝がもらえますよ。むむ、鍵がかかっている。大きな鍵があれば開けられそうだ。え？大きな鍵？大きな鍵。この先は行ってますよね。あれ？じゃあここの下が下か。なるほどなるほど、こういうことか。でここ行って。うわ、あ、やばい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 、おおおおお、やばいやばい、これはあれか、回転して絶対に一周するパターンですか。なるほどなるほど、すごいな、ようこんな仕掛け考えたね。はーいはーい、あお消えた。はーい、じゃあおいおいおい、よいしょ、はい、あれなんか、え、これは何ですか、ん、何もなし、あ、鍵あった、あぶな、気づかんかったな、これ結構シビアですね気づかんかったら詰むというか攻略できないですよね。はい、じゃあ進んでいって、あーなるほど、こっちでこういって、え、こいつ倒せるって言ってくる、あ倒せないね、うわすごいな、こんなモンスターもすごい、なんか手の込んだデザインで、ねえ、なんか古いゲームのはずなのに逆になんか新しいゲームやってるみたいな、そんな感じの感覚を覚えてしまいますね、うん、システム的にはね、うん、まあもちろん 3D ゲームの方がねリアル感とかはあるんですけど、おいっといっといっとい、うん、でも発想は斬新だなって思いますよね。これが鍵か、大きな鍵を手に入れた。大きな鍵はなくならないのかな、もしかして、やば、俺もボス、あーこうか、あじゃあこれで宝が開けられるってことか。あーじゃあ宝開けに行きますね。その前にここら辺にハートがあってほしいですね。はい、あやった、じゃあこれやっぱり弓ですね弓を見つけて矢が撃てるぞ、矢がなくなるまでだぞ。絶対ボスはこれでやっつけるっていうパターンだと思うので、何こいつ、はい行くよ、
2階はまだですか。まあもうボスだと思ってたんですが、まだっぽいので、ちょっと武器を変えますね。武器というかちょっとランタンの方が良さそうですね。カンテラ、命の薬ではなくてカンテラでシュッとで、分断して、あ、これは倒さなきゃいけないですね、こいつら。あ、まずいまずい、いつの間にいつの間にいつの間に、やば、あーやばいやばいやばい、いつの間にこの体力は。これ何ですかね、ファイナルファンタジー形式ですかね、それともドラゴンクエスト形式ですかね。つい、おい、あ、かいかい、よしよし、で一発だけ当てたかったけど、鍵はでもまだ使わずに右のあの部屋を気になるので調べます。カモン、はい、よしよし、あ、じゃあこっちが正規で、あ、なにこれ、あ、お金に欲に目がくらんで死んでしまうっていうパターン。はい、もうちょっと続けますね。はい、これは一応あれですかね、ちゃんと正規ルートというか、じゃあ確かここ行って、でここ踏んで、ここ行って、まあ、もうボスまでね、サーッと行きたいですね。鉄球をかわしてかわして、大きいの大きいので、これをかわしてかわしてかわして、あ、この辺から行けるんじゃないですかね。あー、あー、いや違う違う、このまままっすぐ行って、うん、こっちの方が近道ですよね。近道じゃなかった。あー、そっかそっか、下に降りなきゃいけないので、下から行った方が近道でしたね。きっと。じゃあちょっと下に戻りますね。あー、そこはちょっとあれでしたね、実はトラップの部屋でしたね。やられました。あれ、違う、あれ、何やってんだ、あの下の道に行きたいのに。こっちから、ああ行けないのか、まあ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 、で左行きますか、とりあえずさっきのとこ。いやー、結構ね、もう遅い時間なので、私だいぶ今眠たくてですね。あ、これ全部倒さないかんパターンか。そうなんですよ、今すっごい眠たくて、何喋ろうかなと思いながらやってるとこなんですけど、よいしょ、はい、よし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 、ダメですね、ルピーが押してたら拾いに行っちゃいますね。お金に目がくらんでますね。で、ここを行って、で、ここの上に行けと。はいはいはい、道はね、大体分かったんで、で、ここ行って、こう行って、こっちの左側に鍵を開けるとこがあったんで、上に行くと。これもうボスじゃないですか、そろそろ。この部屋に鍵が。もう使えと言わんばかりの弓矢ですね。これは全部倒さなきゃいけない。
パターンですか。いや、そうでもないのか。あ、スイッチがあるのか。あの、色の違う。はい。あー。あー、やばい。これはまずいですね。この目玉、結構攻撃力が高いですね。はい、勝った。はい。お仕事。お勤め、ご苦労様です。あー、倒せない。いやー、ここね、まあ弓矢使ったら倒せそうですよね。あ、もう30本から増えないんですね。じゃあ、ああ、オッケーオッケー。じゃあ、撃ってもよかったかな、今。嘘。何これ、何これ。スイッチはこれか。スイッチ、うわ、いやらしい。何ですか、あの赤いのは。ちょっと待ってくださいね。はい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 。じゃあ仕事。うわー、効かないのか。こいつ、ああ、ええー、じゃあ、こいつこそ弓矢という意味ですね。まあ、直線距離にいればね、絶対こっちに向かってくるはずなんで。はい。はい。いい。ああ、強い。はい、カモン。これどうだ。ああ。こっちが狙いやすいですね。あ、しかし、ハート2個で大丈夫かな。ハート落としてくれない？できればハートが。よしよし。矢はいらないっす。うっそー。そこでハート、あ、矢だけか。よしよしよし。とりあえず矢は残しといて。うわ、これ結構シビアですね。むしろこれボスでもいいんじゃないかってぐらいの。あ、でも2発ぐらいあるから。じゃあそうでもないか。 OKOK、 いいですよいいですよ。これいいですよ、調子いいですよ。何これ。まずいまずい。あ、でもこれはあれか。全部倒すパターンか。ほら、うわ、まずい。 OKOKOK、 パターン読む、パターン読んで、こいつは集合してくるので、とりあえず集合したやつに当たらないようにして。はいはいはい、 OKOKOK。際どいけど、OK。 はい、 OKOKOK。 ちょっとそういう汚いことはやめてください。あと何発当てたらいいの、こいつ。オッケー。あと一発か。やったー。うわ、超ギリギリ。あー、強かった。いやー、いいですね。難易度がそこそこ高い。ちょっと手汗がめっちゃ出ました。勇気の紋章を手に入れた長老サハスラーラに見せるのだ。残りの紋章はあと2つだ。いやー、よかったよかった。入り口まではちゃんと戻してくれる。親切設計、さすが任天堂さん。やばいやばい。指が痛いっす。あ、すごいっすね、このゲーム。いやー、こんなに苦戦するとは。矢を当てるタイミングは結構シビアですね。シビアというか、
ちゃんと動きを見て冷静にやらないと、うん、まあ何事にも通じることですけどね。それをテレビゲームで教えてくれるっていうね。はい。おう、なんと勇気の文書を手に入れたか。ではわしの知っている話をしよう。その昔カイリアの王家に守る彼、カイリアの王家を守る者たちの一族をおった。彼らは勇気の文書を司るナイトの一族、ナイトの一族と呼ばれておったのじゃが、七賢者の封印が行われた時、魔族との戦いでほとんどの者が滅んでしまったのじゃ。そのナイトの一族から勇者が現れるはずなのじゃが、よして両人、お前を信じよう。残りの文書を手に入れるがよい。それからこれ持っていけ。わしら賢者の一族に伝わる宝をお前にやろう。おっ、ペガサスの靴をもらった。 A ボタンを一定時間押し続けるとダッシュで体当たりできる。ハイリアの湖の東の洞窟にお前の助けとなるものが隠されておる。手に入れなされよ。ハイリアの東の洞窟、あー、なんかうん、なるほど。では、ちょっとダッシュしてみましょうか。いいですね、いいですね。はい、じゃあですね、まあ、ボスも倒したということで、今回はね、こちらで、実況を終了したいと思います。では、皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではまたね、バイバーイ。